はい、ではやっていきたいと思います。だ、中編もしくはパート2、ドリブル編ですね。どちらまで声の漂う波もまで、え、かしこまり、お、レディオを聞くかい。初っ端からミスらんといて。まあ、なかなかのいい曲だと思うんで、ちょっと静かにやりますかね。ライデル。よけろ。よし。ああ。残念。残念である。まんま。避けろ。ああ、当たった。あれは無理。暇やねえ。暇じゃねえし。暇じゃねえし。お、スピードアップ。捕まるな。よし、受け取れ。よし、あれ中身はコーヒーですか。全部取れ。どうも、合わせ。ビームでとどめだ。クッパ消滅。クッパ消滅。おう、踏んだ。避けろ。ボス、ドリとブルのステージは、おう、シューティング。おう、ボーナス。ボーナス、ボーナス、バリア、ボーン。これなんだ、弾を、弾をあれに入れるのか。入ったよ。
ューティングとしては非常に簡単だよね。周りには敵を落とすんだけどさ。お、来た。バリア解けた。これやばいんじゃないか。おーい、思ったよりも攻めてきた。ああ、倒したな。シューティングはものすごく苦手なんですが、これならなんとかなります。だけでちょっと時間かかりましたが、ドリブルステージクリア。人魚だと。野郎の人魚は別に嬉しかねえぜ。あれ、俺この絵面どっかで見たよ。あれ、お金もらってないかも。あらら。ブルル。よし、これでドリブルとスピッツだったかな。おー、グラスさんやるやんか。クリアで見直したわ。というわけで次が任天堂ファンお待ちかねの、お待ちかねの9ボルトステージ、ダイヤモンド小学校。スクールゾーン。9ボルトのうち、おいっぱいある。ゲームギアに、スーパースコープに、初代のゲームボーイに。オッケー。おお、ゲームキューブがむっちゃ並んでる。任天堂、ゲームが現れた。避けろ。お、ドンキーコングだね。現れた。これはダックハンドだっけ。ダックカイト、ダックハンド、なんかそんな感じ。まあ言わずもがな、ヒゲのスーパーマリオブラザーズ F0。 バルーントリップ。まあバルーントリップはなんか最近 Wii U でやったな。4つつなげろ。ドクターマリオ。あれ、嘘。素早さが上がった。洞窟に入れ。あ、ゼルダの伝説1か。あう、今入った、入ったよ。光るとこ、これはなんだかな、ちょっと覚えてない。挟んで、ファミコンロボットだ。当たるな。当たるなと言われると当たりたくなるだろう。マリオペイントの生え方だっけ。ファイ。おお、バーチャルボーイのメトロイド。ボスゲームが現れた。早かったね。これは、あら、これなんだっけ。いきなり消える魔球。
感じの。あ、早い。いかん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 。うそ。危ねえ。うわー、マジか。振り遅れ著しい。死んでしまうとは何事だ。本当だよ。やり直し。あー、なんでこんなんができないんだろう。ただのピッチャーだよ。プレイボール。よしよし。あ、早い。は、早い。もう遅いのに対応できないな。さあ、だから早いって。じゃあ行った。なんでこんなんができんだ。疲れてるのかな。一回休もうかな。とりあえず次のジミーだと思うけど、終わったら休むか。突然ですがニュースです。ゲームボーイアドバンス SP 新発売。何年前の話だ。おもちゃ屋さんに急げー。ゴー。いいな、それあれじゃないの、バックトゥーザフューチャーで乗っ取ったやつじゃないの。よし、9ボルトクリアー。グラシャすごい、クリアだよ。参った。よし、ジミー、その2。ちょっとバン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 。おお。今一瞬ズラが、あ、何気にあのワンの時の最後のワン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 が使われてた。飛べ。うわ、レベル上がってる。このジミー、セカンドジミーは確かさっきやったモナードリブル&スピッツ9ボルトプラスジミーのレベル2という。なかなか種類がむちゃくちゃ多いんですよね。よし、すでに遊んだことあるやつが出る傾向にあるよ。まあなんとかなるだろうと。高をくくる。いけるぜ。この程度いける、余裕だと思ったんだけど、これミスったの初めてだ。下まで落とせ。よし、
炎を消せ。でかいな、ファイヤー。よし、スピードアップ、ビームでとどめだ。避けろ、上、打ち返せ。もういいよ、野球やだ。ファイヤーで決めた、かわせ。こっち動かさせる余地なしか。間に合わねえよあれ。うーわよっしゃ、来たボス。あー疲れた。バーン、まあ、こいつは勝てる、こいつは勝てる、こいつ勝てる、こいつは勝てる、問題ない。こんなね、かわして打つだけだから、かわして打つだけ。だと思ったんだけどな。勝ったー、よし、睡眠の効果は偉大である。いやあ、いや、今度の着信音は、わお、クリアしたね。次の3人レッツチャレンジ。というところでパート2過去中編なのかな、終わりたいと思います。ではありがとうございました。